お世話になります。ということで、前回も告知した通りですね、今回は2024年 J1 の順位予想をやっていきたいと思います。はい、今期はね20チームで2回戦総当たりということで、はい、なので1チーム当たり38試合ですね。まあね、長丁場の戦いが始まるわけなんですけども、その年間を通した順位予想をやっていきたいと思います。ということで早速いきたいと思います。まず、最下位からいきます。最下位20位は東京ヴェルディということで、はい、まあなんでかというと、まあね、まあ、J2 で去年まあ頑張りはしましたが、まあ、やっぱり戦力的なものが未だに J2 レベル、まあ、申し訳ないですけどね。で、まあ、去年の主力もまあな、まあ、まあ何人か抜けたりもして、まあ、ガンバ大阪からね、期限付き移籍ということで山見選手がね、今季は東京ヴェルディに行ってると。で、まあ、山見選手にはまあもちろんね頑張ってほしいなと、はい、あの思ってるんですけども、トータル的に見てやっぱりちょっと厳しい、うん、でもまあ若手が多いんで波に乗れば怖いなって思う部分もあるんですけど、まあトータルで見て、最下位は東京ヴェルディということで、はい。続きまして第19位ジュビロ磐田ということで、はい、まあね、まあヴェルディもそうなんですけど、このジュビロもね、名門がようやく J1 復帰ということで、はい、まあまあ、ヴェルディほどではないんですけど、まあ、磐田も久しぶりにね J1 に戻っていけば来ましたが、まあ、去年は、補強禁止の中でも、まあ、J1 昇格を果たした、うん、これはまあね、あの評価できるんじゃないかなと思います。ただこのジュビロもですね、まあ、やっぱ精神的支柱、そして時折、まあ、ここぞという時に力を発揮する遠藤康人選手がですね、まあ、引退してガンバのコーチとして復帰した。まあ、その中でですね、まあ、ゴールキーパーにですね元日本代表川島英二選手をですね、まあ、ジュビロは取ってきてですね、まあ、遠藤選手に代わる、まあ、精神的支柱っていう役割も期待はしてるんだろうと思うんですけど、ただねここもね去年補強できなかった反動なのか分かりませんけど、選手が結構入れ替わったんですよね、はい。去年の主力も結構出ていきましたし、入ってきた選手が、まあ、外国人がね、多いんです。外国人4人来たんかな、はい。まあで、まあ、日本人選手の補強も、まあ、そんなに主だった目立ったものはなかったんで、まあ、ちょっとね J1 ではちょっと苦しい戦いになるんじゃないかなと、はい、思ってます。はい、続きまして第18位です。サガン鳥栖ということで、はい、サガン鳥栖がね、18位かなと、はい、思いました。サガン鳥栖はですね去年活躍した小野裕二選手がですねアルビレックス新潟に移籍ということで、これは結構ね痛いと思います。はい、まあ、西川潤選手、岩崎選手あたりもまあ出ていったと。で、まあ、今季からね中野選手は、まあ、去年もね後半戦は鳥栖にはいなかったんですけど、完全移籍で中野選手がガンバ大阪に移籍となったんですけど、まあそこにですね、まあ個人的にはですけどセレッソ大阪からね丸橋選手が行ったのはね、まあ大きいかなと思います。はい、丸橋選手結構僕、まあ、敵ながらねいい選手やなと思ってたんで、まあここは大きいんじゃないかなと思うのと、あと監督がその上位を目指せるメンツが揃ったみたいなことを言ってたんですけど、どう考えてもねそんなメンツが揃ってるようには僕には感じられないんで、まあちょっと申し訳ないんですが18位と、はい、させていただきました。はい、まあ、あとね個人的な話なんですけど、ミッドフィルダーのね藤田選手、藤田選手がですね、の娘さんが、僕の妹の子、だから僕からしたらめいっ子ですね、はい、めいっ子と同じ、幼稚園行ってたんで、はい、割と親近感を覚えてます。はい、で僕の家から徒歩2分のところにあるんで、はい、藤田選手もねそこに来てたんで藤田選手、頑張ってください。どうでもいい情報でした。続きまして第17位、柏レイソルです。まあね、柏レイソル、ここはね、
まあ、山田浩太選手がガンバ大阪に来てくれて、で主力として出た椎橋選手もね、あの名古屋グランパスに移籍ということで、まあ、そんなにもともと選手層が厚くない中で主力2人が、移籍ということで、まあ、ちょっとここも台所事情は苦しいんじゃないかなと思って、柏レイソル17位にしました。加入した選手も目立った補強っていうのがなくて、まあ、強いて言えば浦和レッズから移籍した犬飼選手、まあ、この辺かなっていうぐらいで、まあ、ちょっと苦しい戦いにはなるんじゃないかなと、はい、あの個人的には思ってます。はい、下手こいたら柏レイソル、J2 降格も、十分可能性あるんじゃないかなと、はい、今年は僕は思ってます。はい、続きまして第16位、アルビレックス新潟です。はい、アルビレックス新潟、ここはですね、まあ、去年もね割といい戦いはしてた、いい戦いというか、まあ、健闘はした、そういうイメージです。はい、でその中心選手だったコウ選手がですね、これも元ガンバ大阪なんですけど、コウ選手が FC 東京に移籍したのは新潟にとって非常に痛いんじゃないかなと、はい、思ってます。で渡辺選手も、マリノスに移籍ということで、まあ、ここもね主力として出てたんで、まあまあ痛いところかなと思ってて、でその割に新潟もですね補強がですね、まあ、先ほどトスの時にも言ったように小野選手、まあ、これ元ガンバ大阪なんですけど、小野選手の獲得はまあ心強いかなと。ただね小野選手もね怪我が多いんですよね。能力は半端じゃないものがあるんですけど、なんせねもう昔から怪我が多いんですよ、若い時から。はい、まあ、ガンバに来た時でもねやっぱ怪我が多くてなかなか試合に絡めなかったっていうこともあったんで、まあ、小野選手が怪我なく、まあ、フルは無理としても、まあそうですね、3分の2ぐらい出てくれれば、まあ、残留は可能だと思いますし、まあ、コウ選手の抜けた穴を誰が埋めるのか、まあ、ここがキーポイントになるんじゃないかなと思います。はい、でまあ、小野選手以外の、ね、目立った補強はないので、まあ、ここも新潟もまあ上積みっていう部分では、去年からのね上積みっていう部分ではちょっと乏しい面があるんじゃないかなという気がしてるんで、第16位とさせていただきました。そして第15位、コンサドーレ札幌です。はい、まあ、コンサドーレ、まあ、僕ね個人的にはね、まあ、世間的にはあんまり人気ないんでしょうけど、西大吾選手ってね僕ちょっと、まあ、いい意味でですよ、変人やなと思ってて、まあ、札幌に戻ってどんだけ活躍するんかなと思ったらね、去年途中からねグルージャ盛岡に、期限付き移籍、そして今年は完全移籍ということで、まあ、J1 で西選手が見れなくなったのが残念やなって、はい、これ個人的な見解です。はい、でまあね戦力で言うとまず痛かったのが、小柏選手ですね。これがね FC 東京に移籍したのが札幌にとって非常に痛いと思います。はい、まあそれプラスですね田中選手ですね。田中選手がセレッソ大阪に移籍したのも非常に痛い。これボランチもセンターバックもできるユーティリティな、守備面で言うとユーティリティなプレイヤーだったんで、まあそのね代わりとなる選手はなかなか簡単にはできないんじゃないかなと思います。はい、まあ、この2人の移籍、そしてルーカス・フェルナンデス選手がねセレッソ大阪に完全移籍ということで、はい、まあ、これもちょっと痛いんじゃないかなと思ってます。まあ、それに加えてですね、獲得した選手がですね、まあ、鈴木武蔵選手がガンバ大阪から、コンサドーレ札幌へ復帰ということで、まあおそらく武蔵が、まあ、ワントップもしくはツー、まあ、ツートップの一角で、まあ、出るんでしょうけど、まあ、ちょっとね心2年の鈴木武蔵で見てると、まあ、前世紀の頃の爆発力はないんじゃないかなと、はい、思ってます。田中選手が抜けたセンターバックにはですねガンバ大阪から高尾選手が、移籍しまして、まあ、高尾選手は右サイドでもセンターバックでもできるプレイヤーで、もともとはセンターバックガンバではねちょっとチーム事情で右サイドバックやることが多かったんですけど、もともとはセンターバックやってて、まあ対人にも強い、でアグレッシブなプレーが持ち味の、選手なんで、まあ、札幌ではねレギュラーとして出るんじゃないかなと、はい、個人的には思ってます。まあ、高尾選手が田中選手の穴を埋め切ることができればですね、もう少し上も見えてくるんじゃないかなと思います。まあ、監督ミシャのね、サッカーっていうのは、まあ、毎年毎年、僕が思うには
アップデートされてて、まあ、ずっと同じサッカーじゃなくて常に、その時その時に適応した、そして選手に合った戦術にマイナーチェンジをしていってるようなイメージなので、はい、まあ、降格することはないんじゃないかなと思ってます、はい、ただまあ上位を目指すにはちょっと寂しい戦力かなって、はい、個人的には感じてますんで第15位とさせていただきました。続きまして第14位、京都サンガ FC です。はい、まあね、京都サンガ、まあここもね結構ね主力が抜けた、で僕以外やったのが元ガンバ大阪のパトリック、まあ、年齢的なものもまああるんかもしれませんけど、去年もここ一番という時にね、まあ、得点も上げてくれて本当に頼もしい存在、まあそれはもうガンバ大阪時代からそうだったんですけど、パートが戦力外になると、これは驚きましたね。あと木下選手が柏レイソルに移籍したりとかですね、まあそこそこ、主力選手が抜けて、今度ねゴールキーパーにですねコンサドール札幌で、僕はいいキーパーやなと思ってたクソンユ選手が京都に移籍と、これは意外でした。はい、確かクソンユ選手って兵役、韓国の兵役終わったのために、札幌から韓国に戻って、でその兵役が終わるとまた札幌に戻ってきたっていうぐらいね札幌が好きだったんで、まあねまだ20代ですし、まあ今年30かな、そんな選手がね、僕札幌に残るんかなと思ってましたけど、まあ京都に来たんでこれはね京都にとってはまあすごい戦力になるんじゃとは思います。はい、であとまあスイスから、日本に浮き出した鈴木選手ですね。まあこれはね計算かなりできる選手だと思います。はい、監督のね教え子でもあるんで、まあおそらく監督が熱望した獲得やったんじゃないかなと思います。まあここからなんですけどね、すごいファイタータイプのね選手で、僕もこの気持ちを見せてくれる選手っていうのはすごい好きなんで、まあ鈴木選手もね、いつやったっけな、U20 のワールドカップかなの時初めて見て、おいい選手やなと、はい、思ったんで、まあ、その後スイス移籍して、まあ、そんなにね、目立った活躍はしてませんけど、まあでも僕の中では第2の斉藤光希選手かなと、はい、思ってるんで、はい、この14位、鈴木選手、クソンユン選手の加入が、まあ、そこそこ、大きいんじゃないかなと思って、で、まあ、監督の戦術もまあ、分かってる選手も多いので、はい、そういう部分で、まあ、ちょっと、もしかしたら、一桁順位も、ありえんことはないかなと思ってます。まあ、それプラス、まあ、個人的にはねやっぱり元ガンバ大阪のね一味選手にもね、またね頑張ってもらって活躍してほしいなっていう思いがあるのと、あとは宮吉選手ですね。もう宮吉選手も31ですよ。昔はね本当騒がれて、まあ将来は日本代表みたいなことも言われてましたけど、結局ねやっぱりね怪我とか不調もあったりしてね、まあ一皮むけずもう30超えちゃったんで、まあここらでね、まあ京都サンガはね育成年代から育ったチームなんで、まあこのね京都サンガでまあもう一花と言いますか、まあ最後と言いますか、花咲かしてほしいなって、はい、思います。はい、まああとはそうですね、やっぱりまあ川崎選手、まあこのね川崎選手の出来、そしてまあ怪我の有無とか、まあ川崎選手がもう京都サンガの順位、まあ攻撃っていう部分ではまあ川崎選手にかかるウェイトは大きいかなと思うんで、はい、まあ京都サンガのね今年の注目選手は川崎選手かなと思います。はい、そして、第13位、町田ゼルビアです。はい、まあここはね去年青森山田高校の監督だった黒田さんがですね監督になってちょっと話題になって、しかも J2 で、独走優勝ということで、はい、で初の J1 昇格で、スポンサーはねサイバーエージェントということで、はい、藤田社長ですね、はい、もう競馬界にもねもうお金を使いまくってくれてる、はい、藤田社長、まあ今年のねこのオフもね結構補強しましたよね。はい、まあなんせ僕が一番びっくりしたのは谷晃生選手ね、ガンバ大阪からベルギー2部かに期限付き移籍してきて、その谷選手をレンタルで町田が獲得するというね、思っても見なかったことが起きたんで、はい、まあおそらく谷晃生選手はね正ゴールキーパーとして
まあ、試合には出るんでしょうけど、ただね、谷晃生選手はね、僕個人的には、まあ、もちろんね、保有権は今でもガンバ大阪なんで、まあ、期待もしてますし、まあ、いいんですけど、ただ何がしたいのかが本当にわからない、はい、なので、まあ、ちょっと、まあ、これは本音です、あ、ちょっとがっかりしてます、はい。まあ、あとはもうガンバ大阪から鹿島アントラーズに去年復帰して1年でこれ町田ゼルビアに移籍した庄司選手ですね、はい。まあ、庄司選手これ兵庫県出身でですね、まあ、この家の僕ん家の近所のクラブチーム出身なんですけど、まあ、庄司選手が入ったのはね、あの精神的な面も含めていいことだなと思うんですけど、ちょっとねやっぱりあのフランストゥールーズに移籍して以降ね、やっぱりねもう故障がずっとつきまとってるんで、あのロシアワールドカップ前後あの頃のね輝きはね取り戻せてないと僕は判断してるんで、まあ、庄司選手がプレー面で、めちゃくちゃ大きい補強なのかどうかはもう怪我の治り具合次第だと思います。はい、怪我が本当に治ってればすごい戦力アップになると思いますし、そうでなければまあ精神的支柱っていう部分も大きいんじゃないかなと思います。はい、まあ、あとはそうですね、柏レイソルから仙道選手の獲得もまあいい補強だったんじゃないかなと思います。はい、で清水エスパルクスからはオセフン選手も獲得しましたし、まあ、ポイントポイントであの非常にいい補強、うん、できてるんじゃないかなと思います。なので、まあ、J2 独走での1位優勝、っていうだけで13位にしたんじゃなくて、まあ、戦力もやっぱ、いい補強をしたと思うんで、まあ残留争いからちょっと、頭一つ抜けた13位っていう、はい、予想にしました。はい、そしてね、まあ、なんといっても町田といえばですね、我らがガンバ大阪の開幕戦の相手なんで、はい、アウェイに乗り込んで、はい、やりますが、まあ、ここはねガンバがね完膚なきまでに、ね、叩きのめして J1 の洗礼を浴びせたいなと思ってますんで、はい、町田の皆さん覚悟しておいてください、はい、よろしくお願いします。そして第12位、アビスパ福岡ということで、はい、アビスパ、去年は初タイトルも獲得して、まあ長谷部監督がね選手を信頼してる感じ、僕から見てですよ、とかまあもう11人みんながファイトできるあのプレースタイル、いや結構ね素晴らしいなと去年思いました。はい、福岡ってね、まあ、J1 と J2 行ったり来たりのね、チームだったんですけど、ちょっとね一皮むけたなと、はい、思います。はい、まあそんな、福岡なんですけど、まあ、今年はですね、まあ、井出口選手の、移籍が痛いなと、まあ、ヴィッセル神戸に移籍したんですけど、まあ、これがねちょっと痛くてですね、まあ、補強の方もですね、まあ、エスパルスから、まあ、若手で期待の松岡選手、そしてサガン鳥栖から岩崎選手ですね、まあ、この2人、獲得できたのは、補強、まあ、補強といいますか、まあ、戦力アップにはなったんじゃないかなと思います。でサンフレッチェ広島からですねベンカリファ選手、まあ、この選手、非常にいい選手です。はい、広島でもね、ポイントポイントで、ゴールも上げてですね非常に気の利いたといいますか、そういう欲しいところで点を取ってくれるっていう、タイプのフォワードっていう僕はイメージなんで、はい、これは福岡にとっては、非常に大きいんじゃないかなと思います。まあ、ルキアン選手がね、抜けた穴は十分、ベンカリファ選手で埋まるんじゃないかなと思いますし、まあ、井出口選手が抜けた穴は、松岡選手で、まあ、なんとか補える部分もあるんじゃないかなと思います。まあ、あとはね、山岸選手ですね、この山岸選手が名古屋グランパスに移籍してしまったんで、まあ、この穴をね、まあ、どう埋めるか、ここ次第ではですねもう少し、上も目指せるかもしれないなと、はい、そういう印象です。はい、まあ、でも長谷部監督のですね、戦術、考えがですねますます浸透していくっていうことも考えられるんで、まあ、台風の目になってもおかしくないチームかなと、はい、個人的には思ってます。はい、続きまして第11位、名古屋グランパスです。まあ、名古屋グランパスね、まずねこれセンターバック、ほとんど抜けました去年までの主力が、はい、丸山選手は契約満了で、川崎フロンターレ移籍と、で、なんといっても中谷慎之介選手はガンバ大阪に来てくれましたね。はい、森下選手がですねポーランドレギアワルシャワへ移籍ということで、はい、
まあちょっとね、うん、名古屋グランパス守備陣どうするんかなって感じです。はい、でオランダユトレヒトで大怪我して、復帰して、うん、そのままユトレヒトに残るのか名古屋に帰るのかなと思ってた前田選手ですね、なんと浦和レッズ行ったんで僕はてっきり名古屋に戻るんかなと思ったんですけど、まあこれもね痛いんじゃないかなと思います。まあ去年ねいなかったんですけど、僕はてっきり名古屋に復帰するもんだと思ってたんで、まあ僕の中ではちょっとマイナス点、これもね、僕は思ってます。はい、でまあ獲得した選手としてはまあ元ガンバ大阪、去年は京都サンガで、まあここっていう時にね点取ってたパトリックがね名古屋移籍ということで、まあ長谷川監督の下でガンバ大阪でもプレーしてたんで、はい、でパトはまあそのシーズンフルで出場してとかっていうのはなかなか難しいと思いますけど、でもまあポイントではね、まあ、全然ターゲットにもなりますし、まあパワープレイの中の一人としてね、存在感出せると思うんで、まあ今季もまあ J1 でもまあ途中出場が多くなると思いますけど、まあ2桁はちょっと難しいかもしれないですけど、まあ 7.8 点、9点ぐらいは取るんじゃないかなと思います。はい、まあ、あとそのセレッソ大阪からですね、左サイドバック山中選手ですね。これ山中選手、僕ガンバとのダービーマッチで、まあ、毎回見てましたけど、めちゃくちゃ個人的にはセレッソは嫌いですけど、ああ言ってもた嫌いなんですけど、山中選手はねこの人はうまいなと思ってました。スピードもあるしスタミナもあるしクロスの精度がすごい、うん、一時期ねあの左サイドバックが山中選手で右サイドバックが松田陸選手っていう時があったんですけど、この両サイドバックは怖かった正直。はい、まあその2人ともね、まあ、あのセレッソからいなくなってるんですけど、まあでもねあのこの山中選手は、まあ、名古屋、非常にいい補強したんじゃないかなと思います。はい、でまあ、先ほど柏レイソルのところでも言いましたけど、まあ、新橋選手の補強も、まあ、名古屋にとっては大きい補強になったんじゃないかなと思います。はい、でまあ、今季から、キャスパー・ユンカー選手がですね、浦和レッズから、完全移籍ということで、はい、去年はレンタル移籍だったかな、はい、なので、まあ、ユンカー選手もね、まあ、普通にやれば2桁は絶対取れる選手だと思うんで、まあ、あとそれと先ほどアビスパ福岡のところでも言った山岸選手、まあ、ユンカー選手と山岸選手のツートップはなかなかの破壊力だと思うんで、まあ、なんせここはですね、まあ、ディフェンス陣、まあ、本当に、顔ぶれ一新っていう感じなんで、まあ、それがねどういう結果になるのか、まあ、これ次第で、まあ、大きく順位が変わるかなと思います。でまあ、ここが機能しなければ僕が予想した11位より下っていうことも考えられますし、まあ、バッチリ機能すれば攻撃陣は割と、メンツ揃ってるんで一桁順位も、まあ、あるんじゃないかなと思いましたが、まあそこ間を取って僕は11位っていう評価にさせていただきました。はい、まあ、そんな感じでですねちょっと、もうすでに動画が長くなっちゃってるんで、今回は、下位グループ、11位から20位の発表でした。はい、次回一桁順位10位から1位優勝までの、予想を発表したいと思いますんで、次回もぜひご覧ください。そんな感じで今日は終わりたいと思います。ありがとうございました。